父さん、うん、今度休みの時にさ、ちょっと遠いんだけど、ここの遊園地行かない？うん、俺疲れてるから無理だな。日曜日から休ませてくれよ。あっそ、じゃあいい。娘とどっか出かけてあげたらどうなの？俺だって日曜しか休みがないんだよ。たまの休みくらい家でゆっくりさせてくれよ。私だってね、家事と育児と仕事と一生懸命やってんだよ。なんで一体育児は二人の仕事じゃないの？家ではお父さんという役割があるじゃないですか。その役割を忘れてるわけですよね。でこうなると家でお父さんのことを尊敬されない立場になっちゃうんで、うん、そうなるとお子さんとの関係とか奥さんとの関係が良くなくなるんで、旦那さんとしての役割、お父さんとしての役割を全うしていくような、うん、まあ、そういったことを頭の片隅にも入れておいた方がいいんです。家族の中でも幸せ、仕事でも幸せっていう風な、うん、やっぱり幸せ自体を広げていくのが大事なんですよね。